えっと、それではガイダンスを始めたいと思います。今日はですね、佐藤流フライングスタートで決める早期合格っていうね、タイトルでさせていただきたいと思います。えっと、担当は歴戦に移行し、部員長佐藤です。こんばんは。で、今日はちょうどあのクリスマスイブなんでしょで、僕らはこういう仕事をやってると、あの、いつなのかよくわからないんですよね。あの、クリスマスなのか、あのはたまた普通の日なのか、今日は何曜日なのかってことすらわからなくなってくるんですね。で、うーんと、まあ、こうやってたくさん集まっていただきまして、まずありがとうございました。 でちょうど今日ねああのあの今自分がやってるワイドコースって今日終わったんですよ。とういうふうにさっきまでちょうどやっておりまして大体だから皆さんもし申し込むと今日終わるってイメージですね年内中に大体終わります全ての科目は、えー、全ての講座が終わってって話になってあとは当連だけやりなさいって私言っておりますんでね。で基本的に言うとこの講座プラスあと当連だけやれば受かることになっているはずなんです。 1>, 1年で受かると言っておりますので、これしかかからないって私言っておりますので、他に取ることは全くないです。で、これはあの強く強調しておきますからね。で、他のまあ講座とかまあ、他の、まあ、あの,あの予備校とか行くと他に取らせるんですよ。基本的な講座があって、さらにそこに道場というのがあったりとか。さもなければあとは何だろうな。ゼミとかあったりしでそれを取るんですけど、やる必要性は全く私はないと思っています。で、これで十分でありまして、金額はこれ以上かかりません。これは言っときます。何度も。 で今年受かった方とこの前かな、ついつい最近あのー、あの一発者合格対談ってやったんですね。一年で受かったという方と対談をやったんですよ。で今年も去年もあの選択科目を合格している方、選択科目を受けた方と一緒にやりました。で一年で受かってるんですよ。それも全部民法です。で今合格のパーセンテージは何パーセントかご存知かな？だいたい五六パーセント。 前後なんですけど、選択科目まで含めて一発で受かるって話になると、多分零点数パーセントになります。で、それぐらい難しいんですね。でも、それでも受かっておりますので、やり方は間違えなかったら、ちゃんと受かります。で、特に、この中で選択科目受ける方っていらっしゃるんですかね。まあ、いるのかもしれないし、いないのかもしれないしだけど、で、でもその、その二人って、まあ、一人はこの受かっている方で、去年受かった方です。あずさんって方だけど、この方は全然、非法です。法学部ではないです。 で一応民法をやっておりましたね当時やっておりましてで1年で受かったのですけどで確かに民法の開示点が、まあ、公開今できますよねやった時の点数が79か80点だったと思います多分1番か2番だと思いますよで今年受かった方も民法でありましてねそこそこいい点数だったのかなと思いますまああのまあそういうところもありますんでえー、っとだから あの選択科目あるから今年はダメだとか諦めないでもらいたいんですね。やりようによってはどうにでもなるってことであります。で、そのためには早くスタートしなかったら間に合いませんから、まあ、そういった意味ではフライングスタートってまあ書いてあるわけですね。マレックで一番早く始まりますんでね。で、一応あの私の講座を含めて田の先生の講座もあるかと思うんですよ。で、いろんなものをまどれを受けようかなって多分悩んでるんではないですか。で、普通悩むと思いますよ。だってこれ一回申し込むと何十万って払うわけでしょ。 でそれに見合う対価はちゃんとあるのかないのかって普通考えるのが大人だったら当然だと思うんですねそこはねでちょっとそれも含めて説明したいと思っておりますでもともとあの今レックの一番レックの中のポピュラーなコースになっているのがベーシックっていうコースになります1年合格ベーシックっていうコースになりましてあの私合格して20年前に作りましたこれってで一番の売りはこれ何かというと三回転回しっていうのが一番の売りなんですよ 宮口先生とか納富先生とかやってるやつです私は平成9年に受かってこの業界に入ってきましてでちょっと今までのやり方を変えようと思ったんですねで作ったのはこれです名いうコースですこの講座なんですけど一番違う点は何かというと今までのね入門講座っていうのはちょっとレクの中話しますよあの入門講座っていうのは1年かけてまず特許をまずやるわけですそれで本を読んでやるでしょうでそれが終わって実用支援またやるわけですよ で終わって衣装をやって商標をやって条約をやって4月にまでかかるわけですよ。で終わりましたと言ってで担当をやってくれませんかで受かるわけ絶対にこれないわけですよ。演習も何、ね、もやっていないからって話になるわけね。法律でどうやって勉強したらいいのかっていうとくる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 回すんですよ。科目濃いやつって。そこで1年を3回に切ったんですよ。一つは入門講座ってやつです。入門でまず1回回しましょうねと。でそれから論文でもう1回回しましょうねってことにしたらね。 最後は担当で細かく回しましょうねと言ってやり始めたんですでこれが爆発的に売れたんですね当時は売れたんです売れたんだけどあの合格者が多い時は良かったんですよでこの時はそんなにまだ多くなかったです暫時だんだん増えていきまして最終的には800字ぐらいになったのかな爆発的に増えていって800ぐらいになったんですよで問題も割とまあお家に帰って見ていただくと分かるんですけども あの特に論文,です、ね、論文は一見難しいんですよ長いから文章はただもう見た瞬間に解けるのねこれってもうテクニックありまして下から読んでいくと大体分かるんですよこれは何を書いたらよいとか書かなかったらよいとかってすぐ分かるようになってるのねで実際上私は何分で解いてますかというと大体5分です5分で解けます慣れちゃうと解けるようになるんですこれはテクニックになりますでそういう人も排斥しましょうねって今試験に変わってしまったんですよ 平成25年ぐらいから変わってしまいまして基準点も変わったでしょう、えー、と36点から39点60点満点でで,官別足切りですよで選択官も著作権なくなってしまってあのあの文系だったら民法だけって変わったのねでそれはそういう何、まあ、ていうのテクニックで分かる人を排斥したいんですよ。なぜかかかりますか、ね、であまりにも増員増員で数が増えすぎちゃったんだよね。で えー、じゃあそれに見合ったような仕事があるかっていうとなくはないです。なくはないんだけど正直言うと通常の仕事だったら多分これはないでしょうね。いわゆる出願だけやるとか出願代行だけやるとかサーチをやるっていうのはこれ全部機械がやってくれますよ。AI。簡単に言えていれば。で AI は学びますからね。通常の機械と違って AI は学びます。で一番これ顕著なのが多分商標かなって思いますよ。商標と。昔は商標はあるあのあのね言葉があったときに。 サーチってこれ絶対必要になるわけですよサーチをするときに機械で検索をするんですけどこの検索の仕方でどう絞るかっていうのはこれノウハウなんです。でこれは絶対に開示しないんですよ。やり方としてこうでああでって。でも今は東京都の方で全部開示しちゃってるでしょ ?J プラットってやつで全部開示してしまってるんで大体こういう言葉入れると類似商標全部これ拾っていくんですよ。となるともうこれほとんどもうやってしまいますんであの相当田舎の方とかね、うん がね、あるいは、まあ、特許長距離について全くわ、まあ、からない方がたまに頼むっていうものになっちゃったのね、まあ、人工知能ではないんだけど機械でもできるようになっちゃったんですよそうなるとそういう人,人員ってどう,どうなりますかというといらないってことだよねで今特許もそういうものがあるらしいですよソフトが明細書の中にあるキーワードを入れちゃうとあクレームの中にあるキーワードを入れちゃうと全部作るらしいですよ明細書ってで AI でありますんで学ぶんだよねで一回出すじゃないですか で実務的に言うと大体特許って3つか4つの条文だけ分かっていれば実務はできることになっています一つは29条2項っていう条文ね進歩性とていますもう一つが36条6項っていう条文ですそれからもう一個が36条4項っていう条文ですでそういうのは大体来るんですよ実務的にはキルツリュってやってくるのねでそれに対してあこういうメッセージを書いてしまうとやってくるんだなって AI が学ぶんですよでそうするとまた1歩2歩まあないいものを作るようになってくるのね これはベニシカで言ってましたんであるらしいんですよ。でこれが浸透してきてさらにもう一歩10年とか経っちゃうと相当なスピードで変わると思うんですね。でその時にこれいつも言ってるんですけどどういうあのベニシになってもらいたいのかなってことによって合否合格の有無っていうことよりも多分将来変わると思ってるんですよ、うん。これ私受かればいいと思ってるわけじゃなくって受かった後でいかに使うかっていうところが一番重要なんですね。 AI は大体たいしますよこれから間違いなくこれは本当だと思いますだけどものを考えてオペレーションするってことは AI ででは絶対できませんでそういう人になれるのか逆に機械に使われちゃうかによって全然仕事の幅って違ってくるんだよね、うん、だからだからベネチア試験ってよく言うんだけど一番リズムと遠いことをやってるわけですよ言ってみたら司法処置とかだったらいわゆる登記書って書くじゃないですか午後の部でね でも弁シ士ってクレームドラフティングで絶対させませんよね試験においてはで一般的なことじゃないようなまあ言ってみたら特記法の難聴とか細かいところずっと聞いてくるわけね全く関係ないではないですかとそうですよ実務においては、うん、でもねとそれは何のために勉強するんですかというと一言で言うなら、まあ新しいことをやるために勉強しているわけですよこれ AI で, AI ではできないことですよ 例えば特許法から見てこう考えて衣装から見てこう考えて性教祖から見てこう考えてといって多面的に物事を見るっていうのは機械では絶対できないですよ。人間がオペレーションするるとこになるわけ、ね、でそういうことをやるためにあの、まあ、教えてるんだって私は思っていましてねあの。これは多分多分一番他の先生と一番とこ違うところは弁理士会っていうところでいろんな委員やってるからです。でいろんな情報やっぱ入ってくるんで そうなってしまったときにこれからどういう人が残っていくんですかっていうと大体そういう方ですよぜね受かった後にそうなってもらいたいわけですよ単に受かるだけじゃなくって受かった後資格をちゃんと使える方ねじゃないとすごくもったいないことになりますよ学歴だけ高くってとか、ね、資格だけ高くってだけど使えませんっていうのが一番かわいそうなんですよそれはねたくさんたくさん見ています逆に自分のクラスから出てる方は逆なんですね成功してるって方は結構いらっしゃいます やっぱり考えるっていうことの習慣ができてるのかなっていうのが一番の自分のね自負だと思いますねそこはねでちょっと話戻しますけどこの1年合格ベース行くってやり始めたんですよで爆発的にこれ売れたのねなんで売れたんですかというと1年間3回転3回転回すんだといって、まあ、ぐるぐるって3回回すわけじゃないですか、うん、であのいわゆる法律の勉強ってくる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 何回も回っていないとダメなんですよ完璧に回ってる必要性は全くないのね 落ちそうなんだけど落ちそうじゃない形でずーっと回ってるっていうのが一番いいんです皿回しの皿に似てるってよく言いますけどねそういう感じですでそういった意味ではくるくる回すのが一番いいわけですよでこれでやってたわけねでやっていて3年ぐらいまで前までこれも私もやっていましたこのやり方で自分が作ったやり方なんでいいだろうと思ってやってたんですよでもねとある程度気づいたんだよねこれ下にやってるこの、ね、インプットの問題ってめちゃくちゃ簡単なんだよねであるならば 全部これ講義にしてくれって変えてもらったんですよ。講義でやりたいと、講義でもっと深いところをやりたい、ないしは試験に直結することをもっとやりたいと変えたのね。それがワイドクラスってことになってます。で、量がすごく多いんだよね。だいたいこの講座の1.5倍くらいあります。量としては約1.5倍。インプットは1.5倍あります。1.5倍あります。で、1.5倍くらいやらないと、正直言って1年で受かる方って何人います？ 今229これは255と言ってるけどそれは去年の残存者を集めて255なんですよ実際上論文を受かった方は229しかいないんですよ229ね合格者って、ね、いるのがでそうなってしまうとこれ何年かかりますかというと今はねととちょうど過渡期なんで今回たくさん一発の方って受かったと思うんですよまだ慣れていないでさらに言うならば採点が素点ではないんですよ偏差値採点ならね もし祖点でやるならまあ40から50の間ですよほとんど受かってる方って昔は素点ですよだから選択科目ある方は受かりにくいのねあれは素点でやってます素点です素点60点じゃないと合格しないんですよだから民法は10%とかねあるいはあの、えー、と去年だったら理科1理科2理科3っていうのはこれ30に受けて1人とかっていうやつですよ素点でやってるからですよでそうなっちゃうね素点で採点するって話になると教師験は全部素点でした 点60点以上じゃないと受からないというのは私たちの時代です、うん、で、これからどうなるかってこれわからないですよわからないけど多分まあ、今の状況だと多分偏差値でやるんだろうなって思いますただ慣れてしまうとその底上げができてしまうんで慣れてしまうと思うんですよ今年はちょうど過渡期だったのね問題もちょうど昔みたいな問題に戻ってしまって過渡期だったんであんまりかけなくても受かるんだってことだったと思うんですよだから1回で受かった方が結構いらっしゃったのかなっていう感じがします 逆に3年とか4年やってる方があまり受かっていないっていう人もいるわけですよ。どう考えたってありえないでしょ。3年4年やっていたら知識は相当ついてるはずです。でも1年で20年近くの方が受かっているわけですよ。どこ違うかというと多分ね。昔の勉強、そのままひずっていたっていうことだと思いますよ。昔の勉強ね。論文だったらこう書くんだ。担当だったらこんな問題が出るんだっていう。まあ昔ながらのことをずっとやり続けて失敗しちゃったんでしょうね。 でバランスを崩してしまったとかないしは問題を読み違えたとかねあるいは問題をよく読めなかったってことが続出したんですよ。ということはちゃんと最近の試験傾向ってあの研究しなかったら受からないってことねでそれを含めてあのインプットって1.5倍にしたんですよ。でも年内中に一番早く終わるようになってんのねちょうど12月の24日ですよねでこれスタートが通常の弁士行くって話になると4月ぐらいから始まります始まるのが。 でもったいなくないですかだって今からやったら1月からできるんですよ勉強って34ヶ月っても全然これ違いますからね特に最後の最後になった時の詰めっていうのも3ヶ月もあると相当違っていきます全然でどういう講座になってるかってちょっと見てもらいたいんですよねでそれがここでありまして1年合格ワイドコースってなってましてまず一番最初にくっついてるのが「エッセンシャル」っていう講座がついていますこれ あの今ちょうど収録してる最中です、まあ、通信用になっておりましたねこれで大体の外概要を見ましょうってやつですでこれをくる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 ずーっとあの IC でも何でもいいんだけど入れてもらって聞き流してもらいたいんです聞き流しいいです止めてはダメです法律で勉強するときは聞き流せばいいんです聞き,聞き流して聞き流して大体歌みたいに覚えてしまうと大体は解けるようになっていきます大体特許ってこんな法律なんだよな衣装ってこんなもんなんだよな 商標ってこんな問題なんだよなっていうのは分かるようになると大体はいいんですよ。それ概要が分からないでじゃあ細かいところに入ってって受かりますかというとこれは無理なのね。で大体ここでやってる入門エッセンシャルっていう内容は通常のさっき見たベーシックの入門講座とほぼ同等程度以上です言ってる内容って同等以上です。ベーシックの入門講座以上です。これを1月の末からも始まりますんで新しいやつって始まりますんでこれずっとまず聞いてもらいたいんですよ。 でこれが終わるじゃないですか。で終わって普通これ三月の頭から入門コンプリートって始まるわけね。で何回やりますかね。二回、十二回、三回、五回、四回、二回、一回と書いてあるんで、十四、十七、えっと二十二、二十六、二十七、二十九、三十回ぐらいあるのね。これだけで。でこれ何をやるかというと、これでもう一回入門講座をやっても全然芸がないわけですよ。じゃあいっこれ何をやるかというとね、ここで別のレジュメを使います。 一応配るのは入門講座と同じレジメを一回配りますよ。配るけど全くそれは使いません。使うのはこの別のレジメになります。これ特許だけでこれだけであります。でどう書いてあるかというと、やってる単元は全て同じです。入門講座の単元と一緒です。だけど開いていただくと、あこれ論文になっちゃったね。えっと担当用のやつでありまして、担当用のやつありますかね。ちょっと持ってきたんですけど、見てきちゃったですね。あこれですかね。 これ消費を以上ですけど、まあ同じなんですけどね。単元としてはこれ同じものをやってるんです。入門講座とだけど、全部条文がそこに入っていてで、さらに学説が入っていてでずっと見ていただくと担当の過去問が入ってるわけですよ。こうやってパチンって。だから簡単に言うと入門て講座で扱っていて、入門講座だけで解ける問題について、全部担当の問題をやってしまうんです。この単元の中で。 1> 1回も担当ままずやってしまうんですで昔ねベックは2年講座ってやってました1年講座じゃなかったんです当時は3%パーとか4%パーでしょ合格率は1年で受かることはなかったのねだから1年目の入門二年目の担当講座ってまさにこういうのをやってたんですよいわゆる入門講座の単元に合わせて担当をやっていきましょうねっていうのをやってましたでそれが終わった後でじゃあ2年目に入った段階で 何をするかというと細かく細かく書く条文ごとに条文を潰していきましょうねっていうのを2年目の講座でやっていたんですそれを「アドバンス」っていってもう爆発的に入れたヒット商品ねでこれでやっていたんですよでこれに近い形に1年目にこれ戻したんですねで簡単にそうだからこの「入門コンプリート」っていう講座の中でやるのは何かというとさっき言った単元別の見てみたらまあテキストに従って単トの問題も解いちゃいますただこの単元ですが解けませんってもなるじゃないですか 確率ってある条文の単元とある条文の単元を合わせてやっと答えが回答できます。っていうのはありますよね。でも、それをやってしまうと解けませんので、入門ですからね。少なくてもこの単元だけで解けるって問題があるわけですよ。で、それを集めてあの説明しながら、これこの単元を全部説明します。で、1番受かりにくいのって抽象的だから受からないんですよ。この制度はこうである。あ、あであるといったって。抽象的だったら絶対これ。頭に残らないですよ。 一番残るものは何かと言ったら、拓実の問題とか論文の問題解いちゃうと分かります。ああ、こういう場面のことを言ってるんだよなと。こういう時に使うんだよな。この条文はって分かりますよ。だから、拓実の問題をもう最初からやるんです。この3月の段階から、これ30回でやりますんで、だいたい7月の真ん中ぐらいまでかな。やるんですよ。だから一回一緒にントの問題解いちゃいます。くるっと。約10年分以上。解いちゃいます。解いちゃいます。1回目。 ただしそこにあるのは入門口座に必要な単元のものだけねそれもその入門口座の単元で解ける問題について解いてしまいますあと合わせてここにも載ってますけどこれは重要な判決も載ってんのねわせて裁判所はこんなことを言いましたってことも説明します法的にこうだだと言ってちゃんと説明します だ大体これやることによって判決は分かるし大体論文は分かるしってことになるんでこれでもう一周回してしまいますでこれがまずここなんですね入門コンプリートっていう講座になりますここで一回回します、ね、自分でこれ担当の問題解くのすごく大変ですよ入門講座を聞いてそしてじゃあ担当の問題やってみなさいねって絶対先生言いますよでも多分解けないと思うそれば あまりにもちょっと社会と乖離したことばっかし書いてあるから簡単に言うとね、うん、で解けないんですよであと複数の単元が集まらないと解けないようになってるのねでそれはしないんですこのところではまず1回目は簡単な問題について一緒にやってみましょうねってやりますでそこで大体また担当の骨を作ってしまいますでここで1回目2回目ですよね言ってみたら1回目でまず骨を作ってしまって大体法律の概要を作りましょうねと言ってこれはずっと聞いてもらいたいんですよ 1>, で1年に受かった方来社は2年に受かった方っていうのは最後は何を聞いていたかっていうと全てこれだと言ってました「入門エッセンシャルに全部集約されております」と言ってたんでこれをくる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 聞いてるんですよだから基本的に私は線引いたりしないですなぜかというと線引くとい話ににななる通通勤通学の時に使えないからですで私は司法試験大学の時やってましたけどその時に2人の先生って受けたのね1人はずーっとしゃべる先生です 具体的に名前言ていいんだったら言ってもいいんですけど、今他校に行ってしまった先生です。伊藤先生です。それを聞いてました。ずっと喋るんですね。もう一方の方は線引くんですよ。チェックとチェックと赤、緑チェックと言うんだけど、何をチェックしているのかちっとも私最強線で通ってたんで分からないのね。だって法文書しか持って持っていないでしょ。最強線通過したことあり、通勤したことありますかね。分かると思いますよ。めっちゃくちゃ混んでるから。一駅一駅は長いでしょ 下手なこととやると痴漢って言われちゃいますもんねで開けるのはこの公文集だけなんですよ。これ見てずっと言いながら考えてるわけですよ。あこういうこと言ったんだああいうこと言ったんだと言って想定してるわけね。でその時に「はいじゃあこちら行く」と言われたってそれは教科書を引いてるんだよね。でっかい教科書を見てやってるんだらよしね。でもそれ通勤時間できますかね多分できないんだよね、うんで。社会人っていかに通勤時間使うかによって合否って決まります。 で私の全職の会社は多分載ってますけどね全職の会社ってすごく遅いんですよ海のがで今はないと思いますよ当時はあの、まあ、そこに載ってる通りなんで第二本印刷ってその地財部に大規制で入りました当時でなんか暇そうに見えるでしょ地財部って全然暇じゃないのね協業他社がどこかというと電通と博報堂ですそれが協業他社なんですよやってるのってで何をやってましたかというとブランディングです当時やってたのって だから新しいブランディングを開発ブランドを開発し商標調査をしたりとかデザインのパッケージを開発しそれ問題があるかないか全部全部ね検討した上で提供するわけですよお客さんに。で採択してもらって印刷受注ってやってたんですよとなると夜も日でもないっていうイメージねでそれを商標部だったら1人か2人でやってたもんだからとてもじゃないけど帰れる時間ではないのねでそれでも5年で受かったんですよ当時あの当時は3%ねで 数選択科目もあり3科目もありねで一発じゃなかったらいけませんという時なんで難しかったと思いますよだけど何を使ったかっていうと通勤時間ですよ通勤時間が1時間半かかるんでそこでずっと聞いてましたぐる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 ってあの倍速で聞いてましたねで今でも多分ず今でもずっと聞いてますあの特許を聞かないですよさすがに何を聞いてるかといったら一般法民法とか刑法とかあの憲法とかこうしないとどうしても知識落ちるからです 一般本の知識なくなると落ちるんでだから聞いています別に試験を受けようと思って受けてあの聞いてるわけじゃなくって知識を落とさないために聞いています。でくる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 聞いてるのね今でも聞いています。でそうするとやっぱ頭にスーッてやっぱ入ってくるのね歌みたいにあこういうことを言ってたんだよなってなんとなく分かります。でこれをまずこれでやってもらいたいんだよねこここれが本当に根っこになるわけですよこれも1月から始まるのでって話になります。でこれやりますよね入門コンプリートって。で 単元別で担当の問題一緒にやりましょうねって言って、まあ、後で見てくださいテキストになっていますで、ここでだいたい7月で1回回してしまいます早いですよね普通は入門講座が終わってから9月ぐらいから担当の問題やりましょうねが早い方ですよ普通だったらそれでは絶対遅すぎるんですよ科目別やしがありますんでまず上位から通らないって感じですパチ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 落ちます今ね一番難しいのは絶対担当式試験ですこれ一番難しいんですよ で、担当さえできれば、何とかなります。正直言えば。あの、これ、誤解を、あの誤解してる人がいると困るんで、一番難しいのは論文でありますっていうのは、これはすごい昔の話です。我々受かった時は確かにそうでした。論文でした。今は何ですかと言ったら、間違いなく担当です。一番難しいのは。択一が一番難しいです。択一を高得点で受かれば、絶対論文はそこそこはいけます。それは本当です。 でそこまで文章能力あるる人がまずいないなんですよ弁士を受けってどうだこうだとなるんだけど弁理士はそこまでなくても受かるのね特に論文ってまずはちゃんとねまず問題文見て回答間違いなく上がるかっていうのがポイントでありまして担当の、まあ、集積みたいな感じなのねあと一問やってパッと十問ぐらい頭に浮かぶかってことですよ一問一答ではダメなのね一問やって十問浮かぶかっていうところがポイントです それは根っこからちゃんと教えますから、これこれこうだからこうなりますってことね。うん。で、それでまずこれ一回回しますね。バラッと回します。で、具体的に説明します。なぜこんな問題出たかってことです。大です。で、なぜこれが丸になるか。条文ではないです。条文でこれ勉強、条文の何条何個に書いてあるから、丸になったとか、×になったとかっていうんであるならば、ご自分でやればよいんです。早いです、そっちの方が。予備校に来る必要性は全くなしね。 で、私はやるのは何かというと、こう考えなかったら、社会的におかしくないかと言います。あるいは、特徴的に言うと、おかしくないかと言って、丸とかバスは切っていきます。趣旨から解いているんです。ときとき。それは予備校じゃないと、教えられないはずなんです。絶対に。本人も書いてないです。それを教えます。で、あとは、じゃあ、何条何項にそう書いてあったりしょうと言ってみますね。で、そこから解いていったりします。で、これ、まず一回回しますよね。一回回した後に、これ、あの、実は。 論文コンプリートっていうのは、これ入門コンプリートと同時に走ってるのかな、ほとんど。終わった後で、こことこれが一しやしいのかな、一部ね。論文コンプリートと、単基礎コンプリートっていうのは、一緒に走るんですよ。一時期こっちが木曜日、こっちは日曜日になるんだけど、これ何やるかといったら、過去問の撤回をやります。過去問の撤回です。ただ、その過去問の撤回と言っても、週は、なんだろうな、今の試験に近いやつです。 あの最近の試験もこの三年間ぐらいで変わりましたロムが長くないんですよ文章が長くないんだよねだから誰でも書けそうに一見見えるんですでも成績開示してみると四十点とかっていう書結構いてるのね書いたつもりなんだけど間違っていた書いたつもりなんだけどバランス書いていた書きすぎなんですよパッと見たときにこれは何点これは何点これは何点でも配点が全部あるわけですよ でそれを全部自分で考えて、配点を敷いて、その量に合わせて書くんです。これ昔の試験はそうだったんですよ。今そうなってなくって、勢い書いちゃうんですね。バッと。本当は20点しかないところを50点書いちゃったら、受かるわけないでしょ。書きすぎですよ、それは。やっちゃったら。他のところは薄くなるに決まってんのね。どう見ても。で、今年はそれが顕著なんですよ。あなたはどう考えますかとかね。それまでたくさん出てきたのね。あとは、判例もそう。 他年も予備校でやってんのは最高裁の判決をあの暗記しましょうってやるわけですよどこ行っても、うん、でも今年の試験はそうではなくって今年の試験はこれ載っていないかな28年まで9年だから商標って問題ありますね商標ねペラッと見ていただくとこれわかりますが、うん、一番最後の問題ですこれ旧司法試験とそっくりなんだよね出方が 九州試験とねがこうう書いてあるでしょう上記侵害訴訟においてまあわかんないてしよ。上記侵害訴訟において公はオスが有する上で有する上記商標登録が8条一項にかかる無効利用を有していることを発見したがすでにその商標権の設定登録の日から5年を経過していたと除染期間とこれ言いますで5年経過すると実は無効審判請求できないってことになってるのね原則ねこの場合における公の公,公費の、えー、と公弁の可否につき論制度だね 論じるんですよ論じるってことは何か論点があるんだよね。だから論税をとまず書いてあります。ということは配点が高いってことね。まず見た瞬間。論ぜよ。でさらに、ねえーと、なお、下記の論比をくろんでるにあたり、問題に素材を述べた上でと書いてあるね。これ、小試験の書き方とそっくりなんですよ。まず問題点があった場合、必ず問題に素材って昔は書いたもんなんですよ。なぜこれは論点となるかって書くんですよ。 これこれこういうことだから論点となりますってまず書いて、そして是非を論じようと書いてあるね。河の公びの可否と言ってるね。できる場合とできない場合、論じるわけね。で、つい最近と、この試験が出る数ヶ月前に、最高裁でエマックスって判決が出ました。これに関しては。で、これを書いてしまった人がたくさんいるのね。これを書いてしまっていいんでしょうかね。ダメですよ。それは。 なぜ駄目ですかというとだって最高裁の判決を書いたということは実務上これで決まったということよ実務上是非論はないってことですよ是非はないとこれで決まりましたってことよ是非を書くってことはその最高裁の判決に至るまでのプロセスを書いてもらいたいわけですよある見解こう言ってるある見解こう言ってるってことを書いてもらいたいわけですよということは最高裁の判決をペースとして受かるかといったら正直言ったら受からないですそれは前提である考え方を書いてもらいたいんですよ それを知りたいわけですよ。で、それはさっき言った AI では絶対解けない問題ですってやつですよ、これ。で、そういう人間求めてるんでしょうね。今、試験は。変わってきたってことですよ。試験傾向が。だから、昔ながらの勉強の仕方ってこうではなくって、はい、最高裁の判決が出ました。じゃあ、一言一句たがわず覚えましょうねって覚えるわけですよ。いらない、そんな人は。なぜですかというと、正直に言うと、だって今、スマホで調べた、だら出てくるもん、パンと、たけば。お客さんの方は知ってますよ。正直言えば。 だって当社でも当然自分がね侵害訴訟で被告になったら調べると思いますよ小虫なんて不当だって絶対に弁護士とか弁理士以上に知ってますよじゃあ我々何をするんですかと言ったらその前提たることをちゃんと理解できているかどうかってことについて先生方のアドバイスをしなければいけないってことになるんでしょそれが仕事なわけですよだからこういう問題に変わってきたのねで来年以降もこうなりますよということは今まで通りやっていて受かるんですかというと今年分かったと思います まだ準備ができていないなからでも来年以降から準備ができてしまうと厳しいんだよね。そこでここでは何をやるかというと撤回をしますあのちゃんと答えを書くくじゃなくて撤撤回回です撤回とは何かというとなんでこの,この論本試験の中でこの言葉が入っているのかなとかあるんですよ。ないしはこの場合何を書くべきなのかないしはこれ配点は何点かってありますその拝点に従って書いていかなかったら受からないではないですか。 どう見たってただこれをやるためには何が必要なの当然のごとく前提たる担当の知識がなかったら絶対答えは出ないですよ。だからここでやるんですよ担当ってすでに。わかりですかね通常の入門講座だけやってパッとすぐ論文に入っていて解けるわけがないですよ。複合問題だから論文って絶対に。でまずここで単元別に簡単なものをやってしまうんですね。 担当ってやつが、この知識がなかったら、まず論文やっても特権ないですよ。やったところで。で、合わせて、今度、一条一度全部潰していきます。これが、論文基礎力コンプリートといって、一番回数が多いんです。で、これでも足りないと思ってるぐらいでもね。で、他の先生はじゃ何をやってんでしょうね、これ。よくわかんないけど。回数的に言うと、これ46回やって全部インプットなんですよ。46回。でも、前までやっていたやつね。 批判する悲きももちろん全然ないけどあの前までやっていたこれやつねで自分の時もそうだったんだけどこれ何回ありますかね33回13回も違うわけですよどう見ても33回で自分これやってる時に何やってたかっていうとここの演習編ってありますねここでやってましたやんないと終わらないからですよともかく問題パッパッと終わらせてしまって残った時間でやってたわけですよ でもそれだと足りないわけねどう見たってだったら回数増やしてちゃんとやった方がいいではないですかって変えたんですよやり方をやり方を変えたのねでこれでさっきのような形でやると、うん、何回回せますかね1年間で1年間でまずはえっとさっきのやつですねどこやったっけなあれあここだ まずはこの入門エッセンセシャルで1回でもこれ何回もずっと聞いてもらいたいのねこれは。でここで入門コンプリートで2回担当はこれで1回目ですよね回します。で論文務規則コンプリートっていうところでこれ担当の知識を含めてやりますんでもう1回やりますね3回。で最後これ詰めでもう1回って話になりますもう1回って話になります。で私の授業の磁場の特徴は産業財産権という知的所有権を勉強してるってことです。 だから最初は特許は特許実用新案実用新案ってやりますよやるけど比較しながらこれ最後やっていきます特許はこうなってるんだけど遺書はこうなっていますとなぜそうなってますかって話をずっとしていきますでこれすごく有益ですなぜかというといや特許では分からないんだけど遺書にこう書いてあったような従ってこうなるようなっていう思考が結構あるんですお分かりですかねであるいは国連をちゃんと分かると実は条約って絶対これ分かるようになっています これ法法律の体系ってちゃんとありましたね一番上が憲法ですその下が条約ですでその下が法律です。で特許は法律ですということは国,国内法である特許法に反する条約はこれ絶対にないのね。だから下から見ると具体的に分かるんです条約って。でそれを解いていきますんで国内法にこう書いてあるから条約はこうなっているはずってなりますやるときって。でそうなると具体的体系的に見えてきます。 でこれ、ね、偉そうに言ってるけどなかなか気づかなかったのね自分もで4年目になって初めて気づいたんですよこういう勉強をすれば条約って簡単に処理ができるってやつです簡単だとで実際にやったら簡単でしたあ,あすごく簡単なんだよなって思いましたで体系的に見えてきました条約はね抽象的なんだよねで国と国との文書に合意でしょそれも全て英語かフランス語を訳してるわけですよどうしても抽象的なわけですよ で当時私たちの頃は論文も条約も論文,の論文の科目になったの,ったので、うん、論文的に書くとこうなりますって説明もしますす説明しからね合わせてで今それ求められてるんでやっぱり条約の知識が弱いっていうんですよ最近の弁理士はだからこれ条約についてはどうしましょうこうしましょうって実は議論がありますもう一回論文に戻すべきだとかあるいは何だろう特許の中にもうちょっと論条約の知見を入れてやるべきだとかいう議論がたくさんあります 条約は結構重視していますただし国内法から解いてますから全て。でこれが分かることによって条約って具体的に分かるようになります。安定して点数が取れます。ここね。まあそんなところをやっていくのが一番中心かなってことになるんだよね。講座自体はそうなっていますコンセプトはそうなっていてあとは一番早く終わります。12月の今日終わったんだよね。さっき終わりました。さっき終わりました。でここから何をやるかといったら。 東蓮だけ受けろと私言ってます。で、論文はというとはっきり言って習うよりもなれろと言ってます。たくさん書くんです。正直言うとあのあの何でしょう。法学部で小試験とかやっていたら知事生入っちゃったらこれは確けます簡単に論文で。でもそうじゃない方はどうですかというと訓練さえすれば誰でも書けるんです。ただ訓練では少なすぎるのね。見てると。 だからどう書いていいんですかって分からないそれは当たり前ですよ初見だから最初は20点でも30点でもいいんですよたくさん受ければいいんですよいわゆる論文の答練当練って簡単なものから難しいものからねデックのほ他他かに他の学校でもいいですよたくさんたくさん受けるんですよでこれ以外もないですよ試験って絶対にあとは過去ものも撤回をずっとやるんですよ論文もそう担当もそうやるんですで ちょうど今昔の試験に戻ってきたのね。旧試験に近いですよ。試験傾向が。で、これも研究しているかどうかによって変わります、先生が。私はあの30年これ勉強してるんでね。この業界では。自分の時に約10年分。で、講師になってから20年経ってますんで、30年分の,あの担当トロームのインプットが全部入ってます、頭の中に。当時はこう書いた。今はこう書く。で、今はこう書くんだと。 で最近また戻ってきてこう書くべきだこうすれば点数が上がるんだって分かるつもりですそ,こはでその辺がやっぱ長いかどうかの違いなのかなって思いますけどねはい、まあ、そんな形でやっていくのはこの講座って話になりますよねであとはですねうんいろんなこと書いてる人がいますけど書いてくれてる人もいますけどあ,のあとはそうですねちょっと自己紹介するの忘れましたけどここに書いてある通りです 嘘を偽りは一つもないのでの大学はこう出てます。でこの大学なのでもともと入った時からやることでも決まってまして小試験をやれっていうが学校です。で最初からそういうあのなんちゅうの,あのサークルじゃないけどあのがあのなんちゅうの学研年っていうのねそこに入ってました1年生からずっと4年生まで。だから7時から11年までずっと小試験の勉強だけやってたっていうのが4年間ですね。 私やってました、やってました。で、大学に行ったのはこれは合格した後に行きました。でその後に私は大日本という会社に入ったのね。入ったんだけど、入ったのはその契機はというとね、あの予れになって担当式試験が受かるでしょ。ま旧、あ、試験受かったわけですよ。受かって、ローム受かりますよね。あロー受けますよね。受けたら去年とあまり変わらなかったんですよ。で三年時も担当って受かったんですよ。でも 去年とあまり変わらないなってことからすると今年はダメそうだなって分かりますよ。で案の定やっぱりダメだったのね。で言われましたよ友達から。もうさと遅くねえかってやつね。もうみんな決まってるぞと就職は。どうするんだよと。あでもいいんだよ俺大学に行くからって言ったのね。で行って研究者になろうと思ってました。手話試験はこれだけやってダメだったら。研究者になろうと。でも研究者もできたら法子学っていう極めて変わっ,った勉強したかったのね。 法律の、ね、歴史を勉強するってやつです。もともと法学志望ではないんですよ。あの私学科志望でもね。だけど袋が「いや私学科は」って言われたんですね。いやー食えないだろって言われたのね。潰しが効かないよって言われたんですよ。だったらさ法学部行った方がいいんじゃないって言われたもんだから彼出の親でしょう大学は。でしょうがないから行ったような感じですよ。って言ってでもどうしてもね私学科もやりたかったんですよ。 っっったたらら学ってこれは一応ゼミから何か全部取ったんですねやりたいと言ってでこれは一生懸命私授業出ましたねでゼミもこれだしからあのまあ学習論文もこれですよこれで書きましたよで誰も継ぐ人がいないんで、まあ、間違いなくこれなれるかなと思って言ったら言われたんですねごめんとこれからイギリスに留学することになったって言われたのねとなるともう学年残れないわけですよ9月の段階で,でまずいなと思って 就職,始め就,職就活をちょうど始めたのね秋就職ですよ今で言うならばでも今と違って昔はねバブルになる前だからいくらでもあったのねでこの会社に1回だけ面接に行って「君は何を頑張ったんですか?」と言って「頑張ったこと」と言って「4年間司法試験頑張ってきました」と言ったら一発で決まったんですねでどこ死亡と言ったら当時たまたま知財部死亡ですって言って誰もいないのでパッと決まりました当時はだから運が良かったのよねすべて。 でここに入ってしまった以上はつって,ってあのまあ弁理士の勉強したっていうのがまあ経緯ですねで合格し会社をやめて,てですね辞めて今の事務所って第一東京っていうとこの事務所にいますけどこの事務所で約20年目からずっとおりますいますであとレックにも2000ぐらいいますずっといますここにいますいますであとはここに書いてあるようにあの日本弁理士会っていうところでいろんな委員会やってますまあ委員長もやってます。 だからこれからどうなるのかっていうのはある程度は知ってるつもりです。あの生徒から何からって、まあ、言えることと言えないことがやっぱりあるけどある程度こういうふうに変わっていくんじゃないですかとか、まあ、まだ分かんないところもたくさんありますけどねでも試験が難しくなるよと言ってるのはまあそれも含めて大体の先生がそんなことを言ってきたからなそんなことを言ってたからなってこともやっぱしあるのね。まあ、できればやっぱし何だろう合格だけじゃなくてその後受かった後にどうするかって決めてもらいたいってことがあるんじゃないですかね今ね。 で,できれば早く受かって早く業界にデビューして早く活躍してもらいたいわけですよ。でこういう便利視会とか出てきて活躍してもらいたいってことがすごく強いのねできたらぜひ頑張ってもらいたいなと思います。でうんとこの講座の、えーとね、この講座のスケジュールは多分載ってると思うんですねどうなってるかということですけどスケジュールは1月からこれ一応配信開始になります。今撮ってるやつねあのいわゆるエッセンシャルってやつです。 これは1月から配信開始になります1月の25日から配信開始ってなってますよね一番早いわけですよこの期間全く使わないという人はもったいないですよ正直言ってこれをやって私一発合格に全然こだわっていないのでできれば担当式試験を受けてもらいたいです本番の試験って受かんないと思いますよで本題から言ったら一発合格を出すんだったら受けるなと言いたいところだけど受けてもらいたいです で本当の試験ってどういう感じかなってまずね体現してもらいたいんですよ全然違うから予備校とは変わった方が結構います独特だと雰囲気ありますできれば受けてもらいたいんですよでも1月からやったらある程度はいけるんではないですかなんとなくね0点ってことはないと思いますよ20点ぐらい取れますよそれでもで来年が本番です 来年見越して、ちゃんとやってみるわけね。この一月,月から始まって、五月の第三でありますから、四ヶ月もあるじゃないですか。そこそこできますよ、やれば。でなんとなく丸とかバスとかつくようになります。それでいいんですよ、一回目は。遊びでいいんですよ。たった一万二千円ですから。昔も今も変わらないのね、受験料って。変わってません。でそういった意味では、物価指数に全く比例せずってことで、安いのね。一万二千円です。 私の時も1万2000円。今は1万2000円です。料金としては。で、これをまず受けてもらいたいんですよ。そうすると、すごいアドバンテージですよ。試験を受けたことがあるっていうのも。だって緊張しないもん、まずね。本番の場に行って。だって受けたことあるんだもん。で、それも一番最初だから、全然、これ、絶対受かなきゃいかんっていう、そういう緊張もないでしょ。ばなれなのね。本番の試験ってまず。ばなれしなかったらいけないんですよ。でもそうなると一発合格って減るよね。 いいんですよそのままどうでも受かれば、ね、やっぱ離れしないとこれダメなのね試験って絶対にでゼロで行ったって遊びになっちゃいますからそれはある程度やって行ってみるわけですよで離れしますよあこんな人がいるんだよなとかね分かりますよ具体的に試験ってこういうけん感じで始まるんだなとあとトイレ行くとトイレ行く時どうなるのかなって分かりますよ手を挙げてみたらいいのねついてきますから前までついてきましたよ でもそれ初めてだったらなかなか手あげられないと思うのね。初見だったら。で、それも全部やってみるわけですよ。来年のためにね。今年のためっていうか、あの次回のためじゃないですよ。来年、自分の受かる年のためにやってみるんですよ。全部。で、どういう対応を取るのかなって全部見るわけですよ。やってみるわけですよ。で、それは、これだったら体現できるでしょう。ある程度のことはまあ入ってるわけだから、まあ0点ってことはなくてってなりますよ。できると思いますよ。向こうはね。で、 それまず受けてもらいたいいうことは一つと、あとやっぱし年内中に終わらないと回せませんよ。正直言うと。少なくてもこの講座の中では、この入門コンプリートってこれは一回もう回しています。担当の問題って。で、さらに、この担当コンプリートでもう一回、まあ今日終わりましたけど回しています。二回回します。約十年分って回してます。で、あとはご自分で回すんだよね。で、どん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 こう、 数を減らすっていう作業です。私は膨らませる作業は嫌いです。これ以上やる必要性は、ま、全くないと思っているので、ここでやってる以上の講義はないです。量も質もないです。受験に関する限りは。あとはもうなんだろう、あの学術研究でやるんだったら大学院ってください。それやれば別ですけど、受かるってことであるならばこれ以上のものはないです。これやれば十分でありまして、これ以外のものをやる必要性はないと思っています。 であと終わった後はこれから今日もちょうどさっき言ってきたばっかしたんだけど答練を何度も受けろと言ってます。慣れろと言ってます。慣れろと言ってます。で慣れてしまったら勝ちますねそれは。素早く書けるようになります。で通常皆さんが書いてるのを見ると遅いんだよね。止まるんですよ。で自分が受けてた元気の時って3000字を、まあ、今2000字なのね当時は3000字書くんだけど3000字を15分で書いてました。ぺーッつって。それから止まんないですもん。書き始めたら。 多分止まるってことは思考が止まってるんだよね。おそらく。それは慣れていないんですよ。慣れが問題。だから慣れを早くからやってもらいたいわけですよ。そのためには、年内中に全部あインプット終わって、あとはアウトだけに集中すると。2年もアウトだけに集中すれば十分なんですよ。もう習うことは全くないんです。あとは慣れるってことです。で、それで受かると思いますよ。試験って。で、それは本当のところね。うん。で、あとは、なんでしょうね。あの、 合格後のこととを常に考えててもらいたいた思ってますで私いつも考えてましたもん5年後何しようかと受かったとこうなりたいでまた5年後どうしようかとまたこうなりたいで五年後どうしようかとこうなりたいそうこうしているうちにこうなっちゃったのね <laughs> こうなっちゃったというか、まあ、この本になっちゃったのねこうなっちゃったのもともとは1年でこれやめるつもりでしたこうしって1年間ぐらいはやってもいいかなと思っていて他の時にもほかじゃ一1年経ったらやめようかなと思っていたら、まあ、これが合ってたのかもしれないですね。 それで暫時ごをだんだん変わっていってでも毎回毎回変えてるつもりです。講義内容とかこれワイドっていうのは作ったのもその意味です変えたんです今の試験の傾向から言ったらこれが一番妥当だよねと言って変えたんです変えたのが今から約3年ぐらい前ですちょうど25点という基準になった年から変えたんですなるだろうと言った時から変えたのねおそらく担当が難しくなってしまってと思った通りやっぱ担当が難しくなりましたよ論文が おそらく変わるだろうとあこういう「ペンペンペン」って何ちゅうのかな項目書いて答え合ってればよいっていう答案から変わるだろうと思ったらその通りでやっぱ変わりましたよ。でやっぱしこのらららいいい量やななととかだろうとでこれで多分1から2年分の全部知識入ってるはずです。であとは「当連」で慣れるってことだけですね。でひゅはこれ以外とあと「東連代」の一部しかいただかないつもりです。だ一番なんだろうコスパ的にはいいのかなって思ってますよ。 あとは時間的な問題でしょうね。いかに早く終わるか。で一応概要はこういう話,話になりますんで、まあちょっと他の講座と変わってますけど、まあ実際上こういう形になりますよと、あと年内で終わりますよっていうのが一番の売りと、あともう一つはこれやることによって、来年度の担当式試験を受けられます。で来年度の担当式試験を受けられるってことはすごいアドバンテージね。早く終わる以上にアドバンテージです。本番とはこういうもんだって分かりますから。で行ってみるわけね。 やってみるわけですよいろんなことを全部トイレに行くまず手を挙げるどういうふうになるか試験はどういう反応をする、まあ、試験ってその運営の人はどういう反応をするか全部やってみるんですよそれは全て来年のためですよでそれに向けてやるんですよでこれができるのってこの講座しかないでしょうだからこういうシステムを取ったんですねはい とということで全体の話はこの辺で終わりたいと思ってますけどねでスタートによってこうやって決まるんですよと早くなるんですよっていう話になるかと思うんです、ね、であとはあの選択科目ある方はもうちょっと早くやらなかったりいかんねで選択はできればうんとね年内中まあ来年から始めると年内中に大体一回りしとけと言っときます言っとかないとこれできないんで一回り大体民法なら民法について概要を大体分かっていないと取り扱ってもこれ難しいです それも含めて考えちゃうと大体このぐらいの時期からやっておかないと厳しいのね正直言うとねじゃないと勝てないですよこれから競争極めて厳しくなるので今229しか論むかってないわけでしょ来年度はもうちょっと多分減ると思いますよ増えることは多分ない減ることはあったとしてもでそうなると競争試験になります間違いなく間違いなく競争試験になると思います そうするといかにいいとーは書くのかっていうところにやっぱ紙語引って重きを置かれちゃうのね。それも含めてしっかりと勉強してくださいってことですね。で私もちゃんとやるし、あとかつ一番違うところはここか。あの私がチューターをやってるってことです。です。他校はそうではないです。教えてる人がやってるんですチューターって。私がやってます。だから何が悪くって。 何ができなくってっていうのはこれは他の人に聞くよりも直接聞いた方が早いでしょう。であのいわゆる教えてチューターってあのメールでやるのを私が答えています答えていますあるいは電話で聞いてもらっても結構ですあのまずはで来るのは面倒くさいっていうんだったらこれまあ授業の後に普通やってるんだけど「いや今日は来られません」って言ったら電話で聞いてもらっても結構ですお答えしますそこはそれは多分一番違うところかな。やっぱ、ね、第三者を入れちゃううとどうしても 変な解釈になるよね。自分はこう言ったんだけど、先生、これはどういうことですかと言ってくれた方が分かりやすいわけですよ。自分にとっても。あこれが分からなかったんだって分かりますからね。でも、第三者がそこに入っちゃうと、何を言ったのかっていうところからまず入っていかなきゃいけないんで、あのいわゆる曲がって伝わっちゃいますね。相手にもこっちにもね。で、自分が答えますんで、それはないと思います。そこのところは。まあ、それもアドバンテージの一つかなって思います。まあ、それも含めて、よくご検討ください。 あのすぐなかなか直結するの直断するのは難しいって思いますけどねただそういうアドバンテージがありますよっていうところはよく考えてみてください。で一番のポイントはさっき見たけど今年の担当を受けるかどうかってことです絶対受けた方が良いですよこれからやるんだったら。でいろんなことが分かります卓越試験に行くと本番とはこんなものだないしは周りはこんなやつがいる全部分かりますよ本番の試験に行くとで緊張感とはこういうものだ。 で本当の試験の時になると見えなくなるからね今日が今日が勝負だった話になると手が震えますからねでそこまでいかないでしょうまだまだでそれで客観的にやっぱ見てきてもらいたいんですよ本番の試験ってこういうもんなんだよなっていうのを自分も1年目はそうでしたで分かりましたこういうもんだってことがそれに向けて何をいつまでどうやってやるのかってことが分かりますからねそれを是非やってもらいたいなと思っています ということで全体はこれで終わりにしましてあとは個別で受けたいと思っておりますじゃあ、えー、とちょうど1時間ぐらいになりましたんで、えー、で私の方の説明終わりたいと思っておりますお疲れ様でした